I was worried you blow my reputation. But I figured it's not the world. そして時は動き出す。さあ、おはようございます。今日も準備完了です。今日朝から新美容というね、美容師の業界誌の撮影がありまして、それをね、モデルさん、メンズのモデルさんを4体ちょっとやっていくので頑張りたいと思います。それでは今日も一日全力投球で頑張っていきましょう。レッツゴー。さあ、今日はですね、スーパーシダーをつけていきます。駅に向かっております。このニコルソンのマフラー、この間なくしたって言ってたんですけど、見つかりました。よかったです。今日は結構ね、やる気を出したい曲ということで、最近ちょっと聴いてる音楽なんかもこの Vlog で紹介していこうと思いまして、本日はレッドホットチリペッパーズで Can't Stop。 Let's go。 このレッドホットチリペッパーズの Can't Stop は、僕が高校生ぐらいの時に、普段ね結構聴いておりまして、まあ、僕ら33ぐらいの年になると、そのぐらいの高校ぐらいがね、チリ聴いてた時だったんですけど、まあ、何と言ってもイントロのギターがね、めちゃくちゃかっこよくて、まあそんな懐かしい曲に浸ってちょっと気合い入れていきたいと思います。頑張りましょう。撮影終了しました。撮影終了です。お疲れ様です。今撮影終わって、今からちょっとユニクロ U に、レディースのユニクロ U にいいパンツがあるっていうのを聞いたので、ちょっと見ていきたいと思います。さあ、渋谷のユニクロです。ユニクロ U のレディースのパンツ、どんなもんでしょうか。ちょっと履いてみます。28までしかなかったので、ネットだと30人ぐらいだったけどね。28インチ、意外とジャストサイズ。大学です。さあ、今日は都立大学にあるマルカンという立ち飲み屋が良さそうだったんで、ちょっと行ってみたいと思います。行
きましょう。立ち飲み屋で探してて、そしたらここ見つけた。混んでるね。おしゃれ。おしゃれ立ち飲み屋。もう一軒知ってますけど。へえ。いや、都立大って行ったことないから。ワイン、ワインなんだよね、でも。入ってみよう。はい。居酒屋料理と J-POP ナイトというイベントがやってました。はい。やってない、やってない。スリップノット。音楽好き。音楽大好き芸人。一旦膝掛けいらないですか。大丈夫。えらいね。おしゃれなお店です。なんと Wi-Fi タイムですか。なんだっけ。このジャックスブルワリービール。乾杯。お疲れじゃーん。ビールだったら横じゃないダメです。これ聞こえてます。いいよ、入れといていいよ。過去のフリット。スペインのワインみたいです。ソーセージ。メニューもう一回聞こえたメニュー。フランスのアルザス地方のワインです。鶏肉のラグーソース。さあ、2軒目はこちら、大衆餃子酒場です。レモンサワー飲みたいです。ミュージシャンの谷本くんです。さあ、ただいま帰ってまいりました。今、時刻は12時10分です。で今日はね、朝から撮影に行きまして、新美容という美容師の方が見るようなね、業界中の撮影だったんですけども、明日もアリミノっていうね、メーカーとタイアップでの撮影がありまして、朝から9時ぐらいまでちょっとね、撮影があるみたいなので休みなんですが、明日も仕事でございます。ということで、ね、全力で頑張りましょう。皆さんも全力で頑張っていきましょう。ということで、おやすみなさい。起きるぞ。混ぜます。ミルクにフリーズキープ。ペタペタペタフラビッチェテチャットチッタフラビッチェテラベットチャットチッタフラビッチェファッ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 。朝の準備完了しました。昨日に続いて今日もですね、撮影がありまして、アリミノっていうメーカーと、あとナノユニバースというね、アパレルブランドのコラボのタイアップ企画で、そこでのオンオフスタイルっていうのを、まあ、ヘアメイクで入らせていただくので、ちょっとそれを言っていきたいと思います。でそれが11時ぐらいからで、まだあと1時間半ぐらいあるんで、ちょっと料理を作りたいと思います。参りましょう。さあ、料理をします。朝食作りをやっていくぞ。朝食を作っていく。海の乾杯。
ぱり朝食を作っていくっていうのはすごい大事なねことですね。朝食を作ります。今日のメニューはですね、サニーレタス、生ハム、トマト、人参、クルトン、これでサラダを作って、あと普通にウインナーと目玉焼き、あとはフルーツですね。ちょっとヘルシーに朝食を作っていきたいと思います。お気に入りのナイフ、今日聴いている音楽はレッドホットチリペッパーズでカリフォルニケーション。カリフォルニケーション、チミカリフォルニケーション。レッドホットチリペッパーズはもう高校生の時にすごい聴いていて、あの時はまだね、そんなレッチリが何者かなんてあんまりよく分かってなかったんですけど、すごいかっこいいバンドだなって思って聴いていました。今聴いてもめちゃくちゃかっこいいんですよね。レッチリ聴いたことない人はね、ぜひね聴いてみてください。やっぱりおすすめは By the way、 Can't stop、 そのあたりの曲がねすごくかっこいいメロディーでとてもおすすめです。サラダ作っていきます。今日はこのブルーのお皿を使います。指を乗せて、このブルーのお皿で盛り付けていきます。レタスを引きます。生ハムも混ぜていきましょう。生ハムは適当にぐるっとね丸めて混ぜていきます。完成。サラダの完成です。この後今パンを焼きながらソーセージ焼いて目玉焼き作ります。
食材に感謝を込めていただきます。さあ出発です。今日は、ね、今から天王座エルに向かいたいと思います。今日はほぼ1日撮影なので11時半入りで夜9時ぐらいまでかかるというかなりの長丁場です。で、まあ、今日はね聴いてる音楽はトーキングヘッズのサイコキラー。トーキングヘッズは70年代に活躍したポストパンクバンドという感じでね、アートスクール出身の学生たちが作ったバンドなんですが、かなりメロディーがねキャッチーかつなんか面白い音楽なんで、ぜひね聴いてみてください。今日も一日頑張っていきましょう。鬼滅の刃発売してたから買って買おう。休みだけど仕事です。品川は駅の中にブルーボトルコーヒーがございます。今日もアシスタントをしてくれる中田さんです。ラテ作ってスタジオへ向かいます。今日も天気がいいですね。さあ今スタジオへ向かっております。今日は11時半から9時までというめちゃくちゃ長丁場です。気合で頑張ります。ウェアハウススタジオです。到着。ナノユニバースさんと、コラボしての撮影ですね。ナノユニバース PR を担当されている山内さん、はい、よろしくお願いします。ただいま撮影が終了しました。今日は9時までという長丁場だったんですが、今8時半でねちょっと早めに終わって、今日はこの後池尻大橋のロビーに仙台から親友が来ているのでそこに行きたいと思います。レッツゴー。はい、ということで今は池尻大橋にやってきました。今池尻大橋にね昔4年ぐらいルームシェアしていて、この間仙台旅行でも映ってもらった親友が東京に来ているということで、池尻大橋やランタンっていうところといつも行くロビーという場に行きたいと思います。参りましょう。ランタン池尻大橋です。仙台の時に撮った記録です。記録です。はい、お疲れです。2回目の登場です。イエス。いい感じですけど、続いて今からいつもおなじみのロビーに行きたいと思います。ロビー、初ロビーすごい楽しい。ヒロの友達なんだもんね、オーナーがね。です、です、そうです。すごい偶然です。ですよ、さっきもね、ランタンで仙台の知ってるって人がいて、びっくりした。声かけられました。びっくり。だもう暗すぎて見えない。ノビーです。ノビー来ました。ヒョウ柄すごいな。これどこの？スプリーム。あ、スプリームなんだ。スプリーム。ユージ君がいるかどうか。あと女の子で2月から働くって子が。さあ、ロビーです。オシャレなバーです。ダンカリー、ダンアンダーバー、石川適応力があるんで。ダンカリーです。美味しい。ダンカリー、うまい。
ロビーの2階のスタッフオンリーです。これあれなんだっけ、どこですか。あ、そう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 、トラックファニチャー、すごいです。寝てました。すげえ。さあ今はロビーから、今時刻は1時半です。明日6時にモーニングルーティンやります。いやいや無理だろ。絶対起きれる気がしない。6時にね起きるから頑張って起きよう。いやいい夜だったね。帰ります。あり。よう覚えてんな。そんじゃ、あれ階段になってね。やばいやばい。中学生がいるわ。いや昔住んでた、俺は住んでないけど、ようが住んでたこの池尻大橋で、池尻めっちゃおしゃれ、もう一回住みたい。ぶらり途中下車の旅。今日は池尻大橋にやってまいりました。夜中の何時ですか。夜中の2時前波散歩です。波散歩特別編、寺散歩、寺散歩です。彼は仙台を代表するスーパースターなんで。ただいま時刻は2時16分です。こんな時間まで起きてるのはなかなか珍しいんだけど、今日はとてもいい夜だったので、こういう日は遅く寝るのもいいかなと思います。今日はね一日撮影があって、アリミノメンっていうアリミノのねフリーズキープグリースとかのシリーズのアイテムと、あとナノユニバースさんとコラボしての撮影だったんですけど、ヘアのねアレンジと、あとはスタイリング、ファッションですね、それを変えることでね、すごい人は変わるんだなっていうのを今日やっぱり感じて、やっぱり髪のスタイリングってとても重要だなと思いました。でその後ね、昔4年ぐらいルームシェアをしてた親友のヒロとね、さっきのも映ってるとは思うんですけど、と池尻大橋でランタンという居酒屋と、その後にロビーのね毎度おなじみのバーに行って飲んできたんですが、またいろんなね不思議な縁があって、いろいろ昔出会った人とかにも会ったりしてね、今日はとてもいい夜だなと、まあこういう夜もたまにはいいものだと思いました。そんな感じでね、明日も楽しんで生きていきたいと思いますので、今日はすぐにもう寝たいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。